はい、こんにちは、ペースです。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、今現状自分自身ですね、称号を決めたい選手がめちゃめちゃいっぱいいるということで、まあ、動画でやるのは初めて、まあ、2回目くらいかなと思うんですけど、まあ、称号チャレンジ計20連発ぐらいして、まあ、勝利の下だったり、A 同値、さらにですね、まあ、A 能力狙って称号チャレンジしていきたいかなと思いますので、まあ、ぜひですね、称号チャレンジの結果が気になるよと思っている方はですね、この動画最後までご覧いただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かったわけですと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、では早速ですね、大量称号チャレンジやっていこうかなと思います。まず一人目はエキサイティングの岡本選手ですね。今現状、強打者がついてるんですけど、まあ、岡本選手につけたい称号としては、まあ、勝利の使者か、あと強スラとか、まあ、もっとですね、まあ、能力、まあ、特にミートの部分を上げる称号をつけたいかなと思ってます。ということで、まあ、1回しかチャレンジできないんですけど、極意書が今13枚あるので、ちょっと極意書5枚使って、一番狙いの称号としては、まあ、勝利の使者か脅威のスラッガー。で、さらにアンダー製造機とかついてもいいかなということで、まあ、ステアップの称号が嬉しい。さあ、頼む。さあ、4まで上がってくれたらいいな。4まで上がったら結構能力上がるから。上がれ！上がりきれ！頼む！いやー、スナイパーってどうだっけ？総力上がるんちゃうかったっけ？あー、ミートプラス2、パワープラス1か。あ、上位互換みたいなのが来たね。じゃあ、とりあえずスナイパーつけておきます。で、続いて2人目は山川選手ですね。山川選手、今星3の飛ばし屋ついてるんですが、まあ、ちょっと極意書ダメ、ガテラですね。山川選手は1回、称号チャレンジしていこうかなと思います。で、まあ、ここでは狙いの称号としては星3の勝利の下ぐらいかな。まあ、ここで勝利の下がついたらマジで熱い。いや、使うよね。で、続いて3人目が牧原選手ですね。牧原選手、今星1の打撃職人についてるんですけど、打撃職人についたことによりパワーがね、B 切っちゃってるので、まあ、なんとかパワー B キープしたまま、まあ、総力、ミート総力同値は崩してもいいんですけど、まあ、パワー B キープしながら、まあ、星3以上の称号かな、つけていこうかなと思います。で、極意書どうしようかな。極意書4枚でいこうかな。極意書4枚で勝利の飛車狙い。で、意外とね、極意書4枚だと、95% ぐらいで星3以上来るから、うーわ。ミスフルってよ、どうやっけ？いや、パワー。いやー、これはきつい。これはきついわ。いえー、マジか。で、続いて、源田選手ですね。まあ、源田選手もちょっと極意書ダメがてらですね。まあ、3回できるんで、まあ、源田選手も極意書なしでちょっと極意書ダメしていこうかなと思います。で、まあ、こっからね、まあ、結構重要な称号続くので、上がった！勝利の下なら！いや、飛ばし屋。飛ばし屋ね。まあ、昨日スリーベース打ってたけども。でもいいね。見栄えとしてはかっこよくなったね。さあ、ということで残り2回ですね。いや、星3来るなら勝利の下ついてほしいな。まあ、それか強心臓。まあ、ちょっとスピリッツ上がったらワンチャンリーグオーダー入るんで、めっちゃ星3来るやん。マジか。何この、この運。いや、さっき使ってくれよ。まあ、ちょっと脅威のスラッガーつけておきます。いや、マジか。本なしでこんな来るもん。で、最後ですね。極意書ダメの源田選手最後。いやーならこの勢いで勝利の使者がついてほしい。使者来い！いやー上がらんか。さすがにね。で、続いて5人目から。5人目、菅野選手ですね。ここ結構重要で、9位プラス2以上の称号を決めることができると、9位 A に乗せることはできるので、まあ、同値などはできないんですが、まあ、とりあえず最低でも9位 A に乗せたい。で、星2のですね、全力投球決めることできると、9位 A に乗せつつ、請求スタミナ同値にすることができるのかな、確か。ということで、星2もちょっと、と引きたいので、極意書今回は4枚。まあ、星2でもいい。星2の全力投球狙い。まあ、それか9位プラス2以上。まあ、頼むよ。9位プラス2以上は絶対決まってほしい。いや、9位では必須。頼む！お願い！なんで？なんでそっち来る？で、続いて高橋コーナ選手ですね。まあ、コーナ選手ね、3回チャレンジできるんですけど、まあ、9位デフォルト 76B ということで、まあ、9位 A に乗せることできないんで、まあ、狙いの称号としては、まあ、強心臓か、まあ、勝利の使者。まあ、とりあえずスピリッツアップの称号をつけばいいかなと思ってます。頼むよ。まあ、でもね、コーナ選手おそらくシリーズ2能力上がると思うんで、高投手ね。さあ、頼むよ。勝利の使者ついたら熱い。いやー、圧倒的な9位か。強心臓でもいいよ。いや。で、続いて、モイネロ選手ですね。モイネロ選手はね、圧倒的に球威型なので、まあ、どうしようかは決められないんですけど、リアタイで使ってるので、まあ、請求の部分がね、まあ、請求 B に乗せたいということで、まあ、請求プラス2以上の称号。まあ、どうしようかな、極意書。3枚しかないか。
星1はちょっと出てほしくないんで、いや待って、ちょっと極意書回収してきます。ということで極意書回収してきたんですが、まあ、この後の称号を考えると、まあ、ちょっと極意書使えないなということで、いやどうしようかな。いやでも4枚使っとく ?3 枚。3枚使っとこうかな。10% は伝べ。極意書3枚使っていこうかなと思います。請求 B 狙い。いや頼むよ。ハリアナとかでもいい。請求上がってくれ。まあ、それか死者。来た、上がった。お願い。いやー、超特急ってどうだっけ、超特急狙いのとこだけ上がらんってなんなんさっきからさっきから、まあ、とりあえず超特急つけておきます。で、続いてエキサイティングの加藤選手ですね。この加藤選手ね、自分請求 S 決まってるんですけど、まあ、請求 S、まあ、かっこいいだけでコンボ的にそこまでなんで、まあ、ちょっと9位 A 狙って称号をつけていきたいかなと思います。ちょっと最後に記念にスクショだけしておきます。ということで、9位 A にしたいんで、まあ、ベストとしては火の玉ボールかな。9位プラス3、請求プラス1の火の玉ボール。まあ、それか、まあ、9位プラス3の称号狙って、まあ、ここはね、極意書ふんだんに、まあ、リーグオーダーでも使ってるんで、5枚使っていこうかなと思います。ただ、ま、9位 A 決めたいよ。ただ、ま、9位 A 決まらなければ、請求 S のまま残します。さあ、いいね。頼む！いやー、迷うやつ。一番迷うやつ。え、待って。一番迷うやつ来たわ。いやーこっちでもいいか。いやーそうですよ、めちゃくちゃ迷う。うわ待って、ちょっと死者つけます。リーグオーダーで使ってるんで、ちょっと勝利の死者つけときたいかなと思います。で、続いて水上選手ですね。水上選手は9位デフォルト 78B ということで、9位プラス2以上の称号ですね。9位 A に絶対乗せたいので、まあプラス2なんで、まあとりあえず3回チャレンジあるんで、まあ1回目2回目は極意書なしで、ちょっと極意書マジでないんで、極意書なしで極意書ためがてら行っていこうかなと思います。9位プラス2とかならね、星2とかでもいいんで、待って喧嘩投法っていけなかったか、あ、いけた一番しょぼい形でいけた。まあ、とりあえず最低限はクリア。9位も上げがてら、請求も上げときたい。さあ頼むよ。お、上がった、頼む。腹痛ってどうだっけ、スタミナ上がるやつか。あー、いいっすね。あ、勝利の下とかが出たらマジで一番迷う。あーもういい、勝利の使者とか出るよりはいいわ。ということで、不屈の闘志つけとこうかなと思います。そうですね、不屈の闘志つけておきます。で、続いてソフトバンク石川選手ですね。石川選手は星3のですね、鉄腕決めることができるとスタミナ A かのなんですけど、まあ自分的にスタミナ A のコンボ結構足りてるので、まあ9位型にしたいかな。まあ9位型かスタミナ A、まあどっちか狙っていこうかなと思います。で、まあこの石川選手もちょっと極意書ダメがてら引いていこうかなと思います。さあ、まあ一番いいのは星さんの、まあ不屈の投資か、まあ勝利の使者。まあそれか、ハリエナは違う。さあ頼むよ。9位型か、まあ勝利の使者。上がった、頼む、お願い。いやーマジ、いや全然いいわ。いや全然いい。全然いい、これで。さあ、ということで最後ですね。まあこの人の称号を決めたくてこの動画を撮ったようなもんですね。この宮城選手はですね、星4の火の玉ボール決めることができれば、9位請求 80A 同値を組むことができるということで、まあ9位請求 80A 同値決まればリーグオーダー的にめちゃくちゃ強化になるので、まあここは極意書5枚使い。ただも星4の火の玉ボール1点狙い。まあ最低でも9位 A かスタミナ、請求 A にはしたい。頼むよ。星4まで上がって、火の玉ボールつけて、この動画終わりたい。頼む！一番上まで上がってくれ。お願いします！来た！来るぞ！はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の動画ではですね、称号約20回ぐらいからやっていったんですけど、まあ良かった、決まった称号としては、まあ、加藤選手の勝利の使者。で、まあ石川選手のですね、まあ鉄腕。まあこの2回ぐらいしかですね、まあ自分の思った称号を決めることできませんでした。で、まあこの称号チャレンジ動画もし好評だったら、まあ次回はですね、まあ称号50連発ぐらい、ちょっとね、A ランク貯めて動画にしたいかなと思いますので、まあぜひですね、コメントで、まあどうだったか教えていただければなと思います。で、今日はですね、おそらく2本投稿すると思うので、まあこの後は約2時間か3時間後に動画上げると思うので、まあぜひですね、そちらも見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、わかりそうだと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。